一番くじ、るろうに剣心、明治剣客、ロマンタン、剣心のフィギュアが欲しい。お姉ちゃんです。妹です。天の声です。今日はるろうに剣心です。はい、私たちが知る限り初めてかな、うん、そう、たけるんやね。はい、マスターライズですよ。そうや、だからめっちゃかっこよくない？今回のフィギュア、うん、かっこいい。そう、えいしょ、日村剣心マスターライズフィギュア。顔が麗しい。そう、めっちゃとっても綺麗です。めっちゃかっこいい、うん、かっこいいよね。はい、もうこれが欲しいです。これが欲しいですですね。はい、はい、B 賞相良さんのしつけマスターライズ。こちらも美しいお顔ですよ、うん、基本的にこっちの方が私は趣味的にはいい、うん、分かった、好きかな、うん、かなと思った。はい、 C 賞日村剣心ビッグアクリルスタンド。ビッグという割には小さいかもしれない。そう、サイズ小さいよね、17センチ。まあ、あのいいんだけどね、このお顔とかそのね、かっこいいねんけど、やっぱりビッグではないよね。うんうん、そうですね。普通アクリルスタンドだけでいいよね。はい。はい、D 賞相良さんのしけビッグアクリルスタンド。やっぱりだからサイズにこだわるよね。うん、はい。D 賞斉藤はじめビッグアクリルスタンド。こちらはもう正面向いておりません。もはや。もはや。顔が。なんで後ろ姿にしたんやろ。まあ、印象的な、まあ、背中で語るってやつやね、はい、そうですね、うん、かっこよかったよねこの人でも、うん、F 賞ロングタオル。これなんかサイズが中途半端、50センチの20センチ、はい、なんか変わったサイズよね。全部ロングタオルやもんね。そうそうそう、うん、ロングというには短くない。今日はちょっとぼやきでということで、はい、 G 賞クリアポスター。あのクリアポスターほど悩ましいものはないんですよ、うん、この飾り方としてね、うんうん、美しいんだけど、うん、場所取るよね。剣心のやつ、この赤いのいいよね。うん、これ、まあ、剣心2種類欲しいな。はい、 A3 かなり大きいな、うん、はい、H 賞ラバーコースター。この剣心顔ないな。真ん中が、ああ、るろう人って書いてるやつね。そうそうそう、はいはいはい。まあ、これは飲み物載せられそうやけど、剣心のお顔の真上になりますが、はい、はい。ラストワン賞日村剣心マスターライズラストワンバージョン。美しいね、いいね。サイズもね、大きめやし、もう今日は一択です。そう、はい、フィギュアが剣心のフィギュアが欲しい、うんうん、ですが恐ろしすぎて取れるまではよう言いません。とりあえず言わんね、一旦とりあえずとりあえず一旦私らの運に任せて一回ずつ引いてみよう。一回ずつ引いてみよう。だから一回チャレンジ、初 OBC 初、うんうん、人一回チャレンジとりあえずね、うん、だから何やってるだからなんだっちゅうことはないねんけど、はい、まあ、とりあえず、はい、一旦行ってきましょうか。行ってきましょうか。はい、そうとまたプラスアルファは考えましょうか。うん、まあ、そうですね。場に行ったらね、まあ、あの現物見たらね、うん、そうですね。はい、はい、では行ってきます。じゃあ私から引くわね。はい、一人一回。じゃあもうこれにします。天の声、はい、これにします。お姉ちゃん、これ、はい、妹、はい、私から受けますね、はい、ラバーコースター、ラバーコースター、姉ちゃん、やばどんどんはい、3回ちょっと先行きます。はい、
リア。よし。行こう。行く行く。さっきから一緒やん。はい、いいですか、いいですか、この私たちに引かせていただいて、これでしょう、はい、はい、じゃあ、今のこれピャーで、これ姉ちゃん、はい、姉ちゃん、おいしいな、あ、あ、隠れしたんだ、でも痛いやろ、あ、ちょっと、はい、ありがとう、帰ってきました、帰ってきました、ただいま、3回刻みで、はい、合計9回、はい、はい、引いた結果でございます、はい、じゃーん、キラ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 、寂しい、箱ないな、箱どこ行った、ぺったんこですよ、ぺったんこ、薄くぺったんこやね、でもまあクリアポスターはね、だからもうある意味選びたい放題やったよね、まあね、4店舗回って2店舗が紙引きされてまして、はい、残りの2店舗が、はい、もう若干しか引かれてなかったんですが、 その若干の2店舗で引いてきました、はい、で、はい、その2、ラスト、はい、4店舗目で、はい、ラストのラストに姉が、はいはい、この渾身のビッグアクリルスタンドですねビッグと言われる、はい、小さな小さな、あ、置いといてもらった方が、はい、はい、アクリルスタンドを当ててくれました、はいはい、でも、はい、実はビッグというのは私たちの想像の中では今までのね、ビッグはこれぐらいでした、そう、ドーン、はい、これですよね、ビッグアクリルスタンド、ビッグというのはマイキー、はい、はい、これになりますよね、はい、この差はやっぱり小さな小さなこれがビッグアクリルスタンドです、タケミッチ、はい、ほんまにそうですね、うん、これロットに1本でしたね、そう、びっくりするよね、うん、今回かなり確率的にすごい、もう鬼畜でしたなあ、うん、だって80本あって中のフィギュアが3体、うん、3体無理ってそれ、そう、剣心が2体と、うん、佐野助が1個、うん、はい、で、このアクスタも、はい、剣心が2体、はい、佐野助1体、はい斉藤はじめさん、はじめさん、はじめ様は3、2回、2体、なんかありえんよね、これかなりちょっと今回は節約気味の一番くじだったんじゃないでしょうか、ビジュアルはすごく良かったんだけど、そう、そしてマスターライツということでフィギュア見たかったんだけど、うん、見たかったね、見たかったね、ではおまわりしていただきましょうって言いたかったね、見たかったね、うん、もうぺったんこすぎて回れません、はい、回れません、はいはい、ということでちょっと一つずつ、はい、まず H 賞のラバーコースター、はい、3つでございます、はい、はい、まあ、こちらはやっぱり剣心、はい、2種類剣心、はい、はい、そして佐之助様、はい、はい、そしてでタオル20×50 の50×20 の、はい、ちょっと変形、なかなか、うん、薄そうな、そうだね、またこれはタオルというよりもメガネ拭き系、はい、長めのメガネ拭き、うん、はいはい、のあのタオルになります、はい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 、これだからもう言ったら壁掛け的な感じやね、うん、そうやね、またそんな感じやね、はい、で、この、クリアポスター。これ、綺麗ね。綺麗ね。色すごい綺麗。すごい綺麗、うんうん。これ欲しかったからちょっと嬉しいかな。うんうん、このね、うん、2枚。めっちゃかっこいいよ、ね。かっこいい。すごいかっこいい。これめっちゃかっこいい。うん、かっこいいね。めっちゃかっこいい。美しいね。まあ、機会があれば、うん、残りわずかになったところを狙っていきたい気がする。なんかラストワンの剣心の方がめっちゃかっこよかった顔。うんうんうん、
だからもうちょっと待とうかな。うん、待って。また多分影で追うと思います。影でね。影で。影で追うことの方が多いな。もうちょっとっていうかもう全然本当に引かれてなかったから。そう。私たち合わせてもまだ10枚も引かれてない状態。ほんでどこも上引きのところの2店舗は10回とかそれぐらいでフィギュアなくなっててんね。ね、一体。うん。だからまあね、うん、まあはい、こんな感じでこんな感じのブドウニ検診、そう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 、なかったらね、うん、面白くないよね。はい、はい、今回はこんな感じになりました。はい、はい、ではバイバーイ。またねー。はーい、今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。